どうも、桑地進です。熊本演劇人アシストチャンネルとは、地元熊本で活動する劇団、役者、スタッフ、制作など演劇に関わっている全ての人を応援するチャンネルです。今回も開局特別編として天笠屋の過去の公演、我が星についてうだうだ話していきたいと思います。ご覧になった方も、ご覧にならなかった方もどうぞお聞きください。しょうがもないね。夜なの？夜もない。トワイライト。こう夜もないのか。光もないから。朝も昼も晩もない。ないね。何もないね。誰もいない。つまんない。つまんもないから。遊ぼうよ。どうやって？最初はグー。グーもないから。最初はムー。ムーです。おー。ムーはあったね。じゃあ、せーの、最初はグー、ビッグバン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 、ゼロ時、ゼロ時、ゼロ分、ゼロ秒、ちょうどお伝えしました。誕生日おめでとう、おめでとう。誰あるの？時間、空間、希望、失望、声、聞こえない、命、私たち、生まれた、誕生日おめでとう、生まれた、世界、限界、関係、崩壊、出会い、いさかい、旅立ち、私たち、生まれた、誕生日おめでとう、遠く、近く、光、暗闇、望み、苦しみ、こだま、沈黙、苦しく、私たち、生まれた、誕生日おめでとう、生まれた、誕生体温、あそこで生まれた、誕生おめでとう、近く、上水、黒髪、楠の町、辰田、高平、あ、豊島、春日、田の小木、梶山町、薄羽、打ち越し、大山、地球高台、うるおしく、くるくる回る、足す、かける、私、かける、朝、昼、晩、ビッグバン、誘引力、離れる、ひっつく、離れる、くっつく、昨日、昨日、今日、アース、水田寺、十字円寺、上山かがや町、上山かがや町、近道、遠道、回り道、千葉城町、近見町、長六橋、河原町、中央街、街灯の下、マンタルの上、伊豆町、上牟田、伊豆町、下伊豆、ずっとずっと、遠く、近く、うおしく、くるくる回る、足す、かける、私、かける、ケルビン、0度、ここは、どこ？平安宇宙の始まりです。今からおよそ138億年前、宇宙はこうして生まれました。真下にマントル、0度、合体、痛い。痛い痛い痛い対象移動動脈圧縮勘弁したい退化する私進化する私引いて割ってかっかけて垂らして風邪ひいて触って電話かけて変態の運行のっけから稽古風景をお聞きいただきました。これはレアですよ。なんて言ったって天野天外さんが代役でセリフ言ってますからね。天野さんをわからなかった方は戻ってお聞きください。男の人にしてはちょっと高い声でセリフを言っておられますので。天笠屋ボリューム4我が星は2013年5月13日から6月4日までギャラリーアドゥ2階で行われました。全6ステージ終演後に2回ほどアフタートーク、この時はおまけ的雑談という名のアフタートークで行いました。隣にいても一人フリータイムでもアフタートークはやっていましたが、我が星以降はやられてませんね。さてキャストは椎葉瑞穂さん、少年王者館の町野玉井さん、劇団乱唱の平野浩二さん、あったかハートふれあい劇団の松本舞子さん、劇団乱唱の松崎ひとみさん、小林ドロリの小林ゆかりさん、ドギャンの徳富博隆さん、そして桑地進となっております。僕の中では天笠屋で2番目に大変だった公演ですね。1番は先月行われた夏の夜の夢なんですが、我が星の時は初めて制作もやったんですよ。ギャラリーアドゥの黒田恵子さんと一緒に。それまでやらなかったオリジナルのポストカードや缶バッジのグッズ販売、そしてテレビ局の取材などなど、ほんと勉強になりましたね。
政策とはどんどん売り込んでいかなきゃいけないと。前回話した隣にいても一人で使用したエコテカを作った尾形のろのりさんからも、よろしければとか、お暇ならばとかじゃなくて、ぜひ見に来てくださいと自信を持って宣伝しないとお客さんは来ないですよと、それまで自分の甘さを痛感しましたね。それからそういう制作もやりつつ、出演もするわけですから、当然稽古にも参加します。でもなかなかみんなと息が合わない。でその時一共演者からちゃんとしろって言われましてね、もう悔しくて悔しくて、その人にも悔しいけど、それ以上に自分に悔しかったんですね。だから稽古後制作の作業をして、その後自分のパートをずっとやってました。後ほどお聞かせしますけど、よくやってましたよね。誰もいない本番の舞台と同じ稽古場で、でも今聞くと下手くそ。ああ言い訳じゃないですけど、感情出しちゃいけないって天野さんからダメを出されてましてね。ああ本番では動きながらだから、あれでちょうど良かったんでしょうね。まあでも自分の限界みたいなのは感じました。それにみんなうまいなーって、正直そういうのもあってキャストよりもスタッフや制作で参加したいと思うようになったのかもしれませんね。あと大変だったのはどう舞台を使うか。我が星の時はアドゥの2階をこれでもかといっぱいいっぱいに使いましたから、舞台の中心に、これも星をイメージしているんですけど、丸いちゃぶ台を置いて、左右にファッションショーのランウェイのごとく先生と男子が交差するようになっています。エアコンの置いてある前が僕の最初の立ち位置です。で、ちゃぶ台の周りを主人公であるじいちゃんとその家族が囲みます。おばあちゃんは押し入れです。あとじいちゃんの幼馴染の月ちゃんは楽屋で出番待ち。そして一番僕らを悩ませたのが客席とエアコン問題。くっそ重い平台を4枚ですよ、4枚もあの狭い階段を上げて、その上とアクティングエリアの外に椅子を置いて客席として対処しました。すし詰め状態とはほんとこのことを言うんですね。でも天野さんはそれが目的でもありました。そんなもんだから本番は蒸し風呂ですよ。でも本番中はエアコンをつけられない。業務用のエアコンだったので音がうるさくて芝居の邪魔しちゃうんですよ。でもお客さんや出演者が暑くてボーっとなっちゃう。なので苦肉の策でエアコンの前にいる僕が本番が始まると同時に消して、いや消すのが先でそれがきっかけで照明と音だっけ、ちょっと忘れちゃったんですけど、とにかくエアコン管理なわけです。エアコンと向こう側を行ったり来たりしますからね。戻ってくると同時にエアコンのスイッチを入れたりして、まあそれでもずっとつけてるわけじゃないから相当お客さんにはきつい思いをさせてしまいましたね。申し訳ありませんでした。その他にも直径60センチほどのミラーボールが偶然にも楽屋で使っていた物置にあったので、それをなんとか外から光らせたいと天野さんから言われて、平野さんと僕は頭を抱えてしまいます。なんせ2階の外ですからね。外にミラーボールを置いて、またそれを照明で当てて、その光をガラスから中に入れるみたいな。まあ結局危険だということで却下。月ちゃんが持って現れることとなりました。これは大変幻想的で綺麗でしたね。照明が当たって会場中をミラーボールが反射して、その照明のオペレーションをしていたのが劇団道草の玉垣くんです。彼は役者さんなんですがセンスはピカイチです。短期間で天野さんの要求にも応えてましたからね。後に砂遊びで彼とは共演することとなります。
さて、それだけ大変だったということは、評判も結構良かったということです。そもそも、我が星の原作者であるままごとの芝幸男さんは、天野さんから影響を受けた方。それを天野さんが料理するという相性バッチリな作品なのです。冒頭も稽古風景を聞いていただきましたが、あれは多分台本もらってすぐの日に録音したものですね。これからお聞きいただくのは、それから 2,3 日経って読み通しを録音したものです。なお音響はまだ入ってないので、口で時報とか言っています。また途中途中は今回カットさせていただきました。それでも40分近くありますが、何卒ご了承ください。それではどうぞ。0年0時0分0秒。ちょうどお伝えしません。伝えないの？伝えようがないでしょ。なんで？だって時間がないんだから。ないんじゃしょうがないな。なんか暗くない？ないんだからしょうがない。しょうがもないね。ねえ、夜なの？夜もないと。怖いないと。もう夜もないのか。光もないから。朝も昼も晩もない。ないね。ね、何にもないね。誰もいない。つまんない。つまんもないから。遊ぼうよ。どうやって？最初はグー。グーもないから。最初はムー。 え？ムーです。あー、ムーはあったね。じゃあせーの。最初はムー。朝昼晩ビッグバン。0年0時0分0秒。ちょうどお伝えしました。誕生日おめでとう。おめでとう。え、誰の？時間、空間、希望、失望。声、聞こえない。命、私たち生まれた。誕生日おめでとう。生まれた。世界、限界、関係、崩壊。出会い、居酒屋、旅立ち。私たち生まれた。誕生日おめでとう。遠く、近く。光、暗闇、望み、苦しみ、こだま、沈黙、よしく。私たち生まれた。誕生日おめでとう。ロー生まれた。誕生日、体温値、あそこで生まれた。誕生おめでとう。近く、上水、黒髪、口の町、立田、高平、大の島、春日、かのこぎ、梶屋町、薄葉、内越、魚屋町、地球、こわ、大しく、苦しく、くるくる回る、足す、かける、私、かける、朝、昼、晩、ビッグバン、有引力、離れる、ひっつく、離れる、くっつく、くの、きの、きょう、あ、水前寺、十前寺、上山上大町、近道、遠道、回り道、千葉城町、近見町、上六橋、白川、河原町、中央街、街灯の下、マントルの上、江津町、上牟田、江津町、下江、ずっとずっと、遠く、近く、くるおし、くるくる回る、割る、足す、かける、私、テレビ0度。ここはどこは宇宙の始まりです。今からおよそ138億年前、宇宙はこうして生まれました。真下にマントルネード。痛い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 痛ですね、先生。はい、無事に生まれました。母子ともに健康です。よかった。元気な女の子ですよ。もしもし。はいはい。聞こえてる？聞こえてますよ。生まれた。まあよかった。ねえおばあちゃん、変わって。元気な女の子だって。どっちどっち、妹？お姉さんはお前だ。だったら妹？そうだって。やったー。ねえ、何これ？私が生まれる時？そうよ。うん、覚えてる。ずっと見てたんだ。見えてた。ずっと聞いてたんだ。聞こえてた。聞こえますか？聞こえますよ。生まれましたか？生まれましたよ。おめでとう。ありがとう。手術中の携帯電話の電源をお切りいただくようお願い申し上げます。覚えてる。全部覚えてる。初めて生まれたこと、初めて泣いたこと、初めて燃えたこと、初めて死んだこと。覚えてる。全部覚えてる。知ってるの？知ってるよ。どうして？ずっと見てたから。ずっと見てたんだ。100億年。ずっと見てたから。ずっと見ててくれたんだ。白いカーテン、路地、ミシン踏む音、さんの茶ぶ台所、路地の向こう、高速道路、路地の向こう、公民館、蛇口ひねる音、水の音、ノート、教科書、ランドセル、お弁当箱、箱、筆箱、箱、薬箱、箱、裁縫箱、箱、ちょっと外れる冷蔵庫のドアには献立、シール、マグネット、グネット、曲がった鉄筋、コンクリート、10階建て集合住宅、たくさんあったね、たくさんいたね、たくさん住んだね、たくさん死んだね、転んだ、抱っこした、叩いた、ぶった、座った、不安を信じ、ご飯に味噌、
噌汁、納豆、目指し目指し窓計の目覚まし時計。ちゃんとかけときなさいって言ったでしょ。かけたよ。でもならなかったの。なんで？わかんない。あんたでしょ。違うよ。なんで起こしてくんなかったの。自分で起きなさい。だって私かけたんだよ。本当に目覚まし時計、ほうき、警報器、耳かき、爪切り、栓抜き、炊飯器、洗濯機、食器、乾燥機、3時のおやつはほっとけ、警報器が鳴る音が聞こえる、が鳴る声が聞こえる、超える声が聞こえる、消える山が燃える、海が消える、森が燃える、星が消える、君が燃える、消える、燃える星の日、燃えるゴミの日、日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水金地下木土天解明、通勤地下鉄特急快速、炊事洗濯やりくり家計、推薦入学内申判定、神経喘息リウマチ肺炎、スイミングスクール10級確定、推定出荷原因判明、流星近づく時間の境目、めぐりめぐる、ぐるぐるめぐるめぐる、めぐるめぐるめぐる、ぐるぐるめぐる、日めくりめくる、めぐるめぐりめぐられ、めぐりポーランド。あるよね。あるある。人類絶滅絶対絶命、水金蒸発太陽膨張、生命絶滅絶対絶命、惑星消えゆく光の世界へ。おはよう。おはよう。どうしたの。なんか夢見た。夢？うん。どんな？忘れた。何それ。早く朝ごはん食べちゃいなさい。はい。ねえ、何これ。私が死んでく時。そう、うん、覚えてる。ずっと見てたんだ。見えてた。燃えるんでしょ。燃えるよ。消えるんでしょ。消えるよ。ねえ、何、手つないでもいい。死んでく私が見ているの。そう、見ている私が生まれるの。そう、生まれる私が見ているの。そう、見ている私が死んでくの。そう、死んでく私が生まれるの。そう、死んでく私が見ている私が生まれる。見ている私が死んでく私が今生まれた。誕生日おめでとう。おめでとう。え、何なの。時間、空間、希望、失望、声、聞こえない、命、私たち、たち世界、限界、関係、崩壊、出会い、いさかい、旅立ち、私たち、光、暗闇、望み、苦しみ、こだま、沈黙、苦しく、私たち、地球、滅亡、東京、老衆、終末、抹消、消滅、滅亡、教習、抹消、滅亡、教習、抹消、滅亡、教習、抹消、滅亡、遠教習、漁師、飛び散る、みちるち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 る、宇宙は今も広がり続けています。そのスピードは1メガパーセクあたり秒速70キロメートル。先生、はい、いつからそこに。ずっと前からここに。ずっと先生、よくわかりません。目をそらしちゃいかん。え、先生、よくわかりません。先生、よくわかりません。だから目をそらしちゃいけないと言っただろう。先生、倍率を上げてもいいですか。すでに上がっています。恒星の周り3番目の惑星がとても青くて綺麗で、その星はもう消えてなくなりました。でもこの3番目の星はとても綺麗なんです。先生、倍率が止まりません。何が見えました。人がいます。誰でした。わかりません。先生、これが1万年前なんですか。そう、これは20年前の1万年前の話です。見えました。何が。女の子。ハッピーバースデー、ディアちぃちゃん。ハッピーバースデー、トゥーユー。やったー。私はいくつになったんだ。46億と10歳。デーモン小暮かよ。もうそんななるんだね。ねえ、お父さん、プレゼント。しょうがないな。早く早く。はいはい。調子乗んなよな。なんて言ったって誕生日やもんね。お母さん。お姉ちゃん。だって。ほーら、望遠鏡だ。わあ、でかい。見てもいい。おうおう。ダメ。え、じいちゃん。あ、ありがとう。どういたしまして。見てもいい。いいよ。使い方間違ってるから。お姉ちゃん、だって違うでしょ。いいじゃない、本人が満足してるんだから。 ねえ、私の誕生日ちゃんと覚えてる。忘れてない。覚えてますよ。私にもプレゼント買ってね。絶対だからね。はいはい。どうだ、よく見えるか。見える。何が見える。
今ね、お姉ちゃんが、お姉がブタ星で、埃が舞って、散って、満ちて、大きな雲になって、光が遮られて、恐竜が絶滅した。ちぃ。そりゃすごいな。じいちゃん、こっちらっしゃい。はい。郵便局のとこのおじいさん、今度こそいよいよみたいだね。あら。食堂は切除したんだけど、今度は胃に転移しちゃったんだって。まあ、いやね。ねえ、お父さん、新しいの買って。新しいの？もっとよく見えるの欲しい。今やだ、バカだろ。もっと大きく見たい。ねえ、ご飯終わったら買いに行こう。ダメに決まってんじゃん、そんな。だって誕生日だもんね。今終わったバカだろ。今日はまだ終わっていない。まだ誕生日だ。さっきプレゼントもらって終わったの。ねえ。ダメ。来年まで我慢しなさい。ほら。ねえ、いいじゃん ねえ、新しいテレビ買おうよ。テレビ？だってもう奈々ちゃんも Q ちゃんも映んないんだよ。そうだな。今ね、衛星放送付きのすげえのがあんだよ。すげえくなくていいの。普通で十分。どうせ買うんだったら一番いいのがいいじゃん。それより冷蔵庫でしょ。たまにドア外れてるんだから。そうだね。冷蔵庫なんかいいよ。あんたたちが貼ったシールがベタって残っちゃって、それをおばあちゃんがシンナーでこすったら全然落ちなくてボロボロになってるの。汚いでしょ。おばあちゃん。シンナーは癖になりますな。おばあちゃん。そんな何でもかんでも買う金ないぞ。ロケット鉛筆ブームが来たら儲かるのにね。来ないわよ、そんなブーム。ねえ、来年ってどうやったら来るの？来年になったら来るでしょ。そうじゃなくて、テントさんが365回出てきたら来年だね。わしそれ習った。地球が一周したら一日なんでしょ。そうだな。じゃあ回ればいいの？地球が365周回れば来年だ。わかった。何？回る。バカ言ってないで座りなさい。回るもねー。ほっときゃいいよ。ほこり立つでしょ。あー、ほうきももう毛羽立っちゃってるね、あれ。あ、そうですね。そんな回るか。何怒ってんの。目が回る。バカじゃないの。ああ、春夏秋冬が一回りしたら一年だね。わしそれ習った。地球が太陽を一周したら一年なんでしょ。そうだな。何それ何それ、どこ回ればいいの。地球が太陽の周りを一周したら来年だ。わかった。何？回る。バカ言ってないで座りなさい。回るもねー。ほっときゃいいよ。ほこり立つでしょ。あー、ほうきももう毛羽立っちゃってるね、あれ。あ、そうですね。ねえ先生、また星が回っています。あれは公転です。公転？速さは時速10万キロ、音よりも速いスピードです。でもそんなに速くは見えません。それは目の錯覚です。あの星があまりに遠く巨大だからそう見えるんです。ですか。ターン、ターン、スピンオト、スピンオト。じいちゃん、いい加減にしなさい。もうすぐ寿命なんじゃないの。ああ、もう寿命かもな。寿命。お母さん寿命なんですか。私じゃないよ。テレビ。なんだ。残念ながら私あと100万回は行きますよ。猫かよ。今日はどこ対どこ。友人爆撃機 B29 対タイガー戦車。どっち勝つ。アメリカだな。頭が違う。ドイツも手強いよ。はい、じゃあハッピーバースデーギアちぃちゃん、ハッピーバースデートゥーユー。やったー。はいくつになったんだ。46億と11歳。デルモンテ大暮れかよ。誰だそれ。よう、お父さんプレゼント。じいちゃん、だって誕生日でしょ。世話しねえな。ねえ、早く。はいはい。調子乗んなよな。なんて言ったって誕生日やもんね。ねえ、私の誕生日ちゃんと覚えてる？忘れてない？覚えてますよ。私にもプレゼント買ってね。絶対だからね。はいはい。ほら、巨大望遠鏡だ。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 うわ、でかい。見てもいい？おお。ダメ。え？じいちゃん。あ、ありがとう。どういたしまして。見てもいい？いいよ。どうだ、よく見えるか。見える。何が見える。今ね、クロマニョン人が洞窟で絵を描いている。そりゃすごいな。ねえ、お父さん新しいの買って。新しいの？もっとよく見えるの欲しい。今やったバカだろ。もっと大きく見たいね。ご飯終わったら買いに行こう。ダメに決まってんじゃん、そんな。だって誕生日だもんね。今終わったバカだろ。へへへへへ。気持ち悪いな。また回るもん。バカ言ってないで座りなさい。回るもね。ほっときゃいいよ。ほこり立つでしょ。食道がんだった郵便局のとこのおじいさん、今度こそいよいよみたいだね。あら。胃もね、切除したんだけど、今度は肝臓と腎臓と肺臓と脾臓と心臓に転移しちゃったんだって。まあ、いやね。ねえ、新しいテレビ買おうよ。テレビ？だってもう映んないよ。え、マジで？今ね、3D 付きのすげえのがあんだよ。すげえくなくていいの。普通で十分。どうせ買うんだったら一番いいのがいいじゃん。それより冷蔵庫でしょ。たまにドア外れっぱなしで氷河期になってるんだから。そうだね。冷蔵庫なんかいいよ。あんたたちが貼ったシールがベタって残っちゃって、それをおばあちゃんがシンナーでこすったら全然落ちなくてボロボロになっちゃって、ついでにおばあちゃんもシンナー吸ってボロボロになったのはいいとして、
ドライヤーで温めたらいいって聞いて私がやってみたんだけど茶色っ焦げちゃってもうどうにもこうにも取り返しがつかなくなってるの。汚いでしょ。お母さんごめん。そんな何でもかんでも買う金ないぞ。ロケットブームが来たら儲かるのにね。来ないわよそんなブーム。じいちゃんいい加減にしなさい。はい。もうすぐ寿命なんじゃないの。ああもう寿命かもな。寿命寿命。お母さん寿命なんですか。私じゃないよ。テレビテレビ。なんだ残念ながら私は意地でもあと100億年は行きますよ。意地かよ。今日はどこ対どこ。有人宇宙探査機アポロ対ソユーズ。どっち勝つ。 NASA だな。頭が違う。それも手ごわいよ。はいじゃあハッピーデスデートゥーユー、ハッピーデスデートゥーユー、ハッピーデスデーディアばあちゃん。え、ハッピーデスデートゥーユー。ハッピーデース。何ハッピーデスって。え、私の誕生日は。何言ってんの。え、今日はおばあちゃんの命日だろ。誕生日が命日になるなんてね。え、さすがの私も100億年は無理でした。潔く引退いたします。ガンだったんだよね。郵便局のおじいさんのが転移して。もう他に転移するとこなかったんだろうな。おばあちゃん死んじゃったの。死んじゃいましたよ。なんで。なんでってじいちゃんでしょ、ぐるぐる回ってたの。わあごめん。いいんだよ、だいだって最後は死ぬんだから。私そんなにいっぱい回ってた。見た目よりもずっと早かったね。ねえおばあちゃんいなくなっちゃう。ちょっと気持ち悪い。絶対面白いから一回一回だけ。え、ちょっと引っ張んないで。引っ張ってないよ。よ、引っ張ってるじゃん。引っ張ってないって。って引っ張ってるよ。よ、引っ張ってないから。離してよ。痛っ。え、今爪ガッてなった。痛い。あー赤くなってる。あー痛い痛い痛い。自分が悪いんじゃんけ。こんな赤くなったらお母さんに言わんきゃならん。そんな全然普通じゃん。じゃんばい菌入って破傷風になったかも。あ、え、服破けてる。嘘だよ。本当だよ。ここほつれてる。元からだよ。これお気に入りだったのに。落としじゃあらん。もう弁償して。うん、やだよ。弁償してよ。できるわけないじゃん、子供なんだから。そんなのずるいよ。もうつまらん。もう帰る。あ、そう。本当帰るよ。いいよ。ほら早く帰れば。もう話しかけてこないでね。え、聞こえない。絶交だから。絶交結構コケコッコだアホ。バカ死ね。バカババ、ババ。あ、おい、それ言っちゃ締めだろ。さよなら竹雄。竹雄じゃねえ。続きやる。喧嘩ママごと。うん、やった。何それ。これはね、卒業を迎えた二人が一緒に過ごした時間とか、いつの間にかできた距離感を持って、季節の移ろいや将来の不安を子供心ながらに感じるんだけど、それに気づかないふりをして、団地の公園に埋めた、あの夕暮れのタイムカプセルのままごと。じゃあ、あの木の根元は？いいね。何入れた？写真。うん。新聞。うん。シール。うん。あと、何？秘密。何それ。ちいちゃんは。私は光。え、今の今だけの光を入れとくんだ。例えばこの夕暮れ。あの街灯とか。さあさあ。ビルの明かり。春の日差し。月の明かり。夏の直射日光。秋の木漏れ日。夜中のテレビ。朝焼け。初日の出。雪明かり。蛍の光。街の明かり。月ちゃんとこの制服かわいいよね。え、そうだよ。うちのなんか最低じゃん。こんなだよ、こんなん。やっぱり私も同じ学校にすればよかったかな。お医者さんごっこ。私が先生。私が先生。私が先生。先生、月ちゃんが。月ちゃん。月ちゃん。ちゃんとしてよね、もう。あんたたち、いつまで遊んでんの。うわー、もう50億年過ぎてんだからね。げ、もうそんな時間。みんなあんたのこと待ってんだから。ごめんなさい。あ、お姉ちゃん。こんにちは。こんにちは。月ちゃん、友達。そう、ほら早くしてよ。うん。あ、待って。あ、じゃあね。うん、また明日。また明日。バイバイ。バイバイ。先生。そうです、まだ何も言ってません。先から君の考えてることはお見通しだ。だったら言ってみてください。あの星を、この目であの星を見てみたい。なんなら触ってみたい。当たった。でもそれは不可能。どうして。
もう終わってしまったんです、すべて。こんなにはっきり見えるのに？あんなに綺麗に輝いてるのに、あれは光が見えているだけ、そこに実体はありません。光を見ることは過去を見ること、過去を見ているだけのこと。君が見ている太陽は今から約8分前の太陽で、君が見ている月は今から約 1.3 秒前の月で、君が見ているテレビは 0.001 秒前のテレビで、私が見ている君は今から約20年前の私です。でももし僕の方からこの星に向かって進んでいってたどり着いて、たどり着いてももうそこには何もありません。間に合わないんですか？間に合いません。もし高速より速いスピードで進むことができたら。できません。でももしはありません。高速を超えることはできません。先生すみません、本当に待たせてしまって。いえいえ、本当いつまで遊んでるんだかあの子。あら、お父さん早いのね。てか戻るの早すぎよ。は、あ、先生のお茶もうないんじゃないの？今新しいの持ってきますね。いえ、もう大丈夫ですから。でももう、いやでもほら、前のお宅でもたくさんいただきましたから、もう何度も何度も。あ、そう、そうですよね。お腹ガッポガボだ。どうだ、後ろに進んだろ。あ、というかいつの間にか先生がその後にたどり着いて溶け込んでるような気がするのですが。確かに私はたどり着きました。この星にお邪魔しています。どうして？先生がお邪魔するのは一つしかないでしょう。え、家庭訪問です。先生いらしてるか。あら、お父さん早いのね。いや、早めに戻ってこようと思ってさ。てか戻るの早すぎよ。ねえねえ先生、あれですか、こっちの方は行ける口ですか？え、ちーちゃん、ごめんなさい。先生ずっと待ってらしたのよ。ごめんなさい。ずっと遊んでたの？うん。ほら、手洗ってらっしゃい。はーい。どうですか、あいつちゃんとやってますか？はい。何か問題とか？いえいえ、たまにぐるぐる回って周りをびっくりさせますが。そんなことやってんのか。でも、とてもいい子です。そうですか。行きます。僕はこの星に一目会いたい。この手で触ってみたいんです。そうでしたね。では君も高速を超える時が来ました。はい。え、でも一体どうやって？頑張って。頑張ってか。まずは流星に飛び乗る。流星に飛び乗る？そして少しだけ前に進む。先生、流星に乗るなんて無理ですよ。大丈夫、君は少し前に進んだ。どうやって？その前に君に伝えたいことが2つある。何ですか？この旅は一方通行だということ。一方通行？時間は相対的に流れます。君が高速を超えて早く進めば進むほど君以外の時間は早く流れる。例えば君の1秒が私の1年になる。じゃあ、あの星の時間も？もちろん早く流れます。君がつくのが早いか、星が燃えるのが早いか、これはある意味賭けなんです。そんな。私はその賭けに耐えることができなかった。え？そしてもう一つ、君は自分が進む方向を決めなければならない。方向？つまり前に進むか後ろに進むかです。後ろにも進めるのですか先生？もちろん、試しに後ろに進んでみましょう。え、ほら、少し前にも進めるのですか先生？もちろん、試しに後ろに進んでみましょう。え、ほら、もう少し前にも進めるのですか先生？もちろん、試しに後ろに進んでみましょう。え、ほら、3分前にも進めるのですか先生？すみません、本当に待たせてしまって。いえいえ、本当いつまで遊んでるんだかあの子。あら、お父さん早いのね。てか戻るの早すぎよ。は、あ、先生のお茶もうないんじゃないの？いや、今新しいの持ってきますね。いや、もう大丈夫ですから。でも。いや、もうほら、前のお宅でもたくさんいただきましたから、もう何度も何度も。あ、そう、そうですよね。なんかガボガボだ。ガボ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 。どうだ、後ろに進んだろ。っていうか、いつの間にか先生いらしてるか。あら、お父さん早いのね。いや、早めに戻ってこようと思ってさ。てか戻るの早すぎよ。ねえねえ先生、あれですか、こっちの方は行ける口ですか？え、なあ、どうせだから晩ご飯食べてってもらえよ。あとビールも。おい、ババアビール。はいよ。ねえ先生。いやいやいや、ダメでしょ。ダメダメ、ビールなんなら取るへもありますがいい。おい、おばあちゃん。そういうのはちょっと、はい、そろそろおいとま、私もう戻らないと。戻ります。なんで、いいでしょう先生。先生すみません、本当に待たせてしまって。いやいや、本当いつまで遊んでるんだかあの子。
さあ、君はどっちに進む？さあ、君はどっちに進む？じゃあ、前。よく言った！では加速する。え？ここから先は星の力を借りる。星の力？星をかすめ引力を利用して加速する。え？3、2、1。ちょっと待ってください。星に近づき回転加速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 。僕は星から星へ飛ぶ。引力回転加速。もう一回。回転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 速くなる。なるほど。速くなる。なる音。速くなる。鼓動。動機速くなる。音。こだま。時速210キロ。光。時速270キロ。のぞみ。時速300キロ。ゼット機。時速1100キロ。音。時速1225キロ。コンコルド。時速2160キロ。世界最速航空機。時速12114キロ。速くなる。なる鼓動。動機速くなる。なる音。音速くなる。なる鼓動。動機遅くなる。なる音。100年は1分に。1年は1秒に。もっと速く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 。亜音速。全音速。超音速。極超音速。ハイパーソニック。1万年は1分に。100年は1秒に。もっと速く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 。人工衛星。時速1万6000キロ。スペースシャトル。時速28800キロ。アポロ宇宙船。時速3万9000キロ。ボイジャー1号。時速6万1000キロ。光源。時速10万キロ。光。秒速30万キロ。僕が音を追い越す。僕が光を追い越す。音が僕を追いかける。光が僕を追いかける。すべては君の遥か後ろに。すべては僕の遥か後ろに。流星加速。流星加速。そこは音もない光もない世界。目を閉じるな、目を背けるな。まっすぐ前見ろ。まっすぐ星見ろ。越えろ越えろ。何万光年の時を距離を何なく越えろ。何も聞こえない。何も感じない。僕は僕を追い越した。夏昼セミ夏休み。僕はリュックを背負って旅に出る。おにぎり、水筒、地図、コンパス。まだ知らない場所へ、見たことない場所へ。自転車こぐ僕、汗かく、セミ鳴く、太陽まぶしく、空気揺らめく。川流れてる、緑揺れている、草香る、アスファルト焦げる。空は青い、どこまでも青い。そんな空へと続く長い坂。見たこともないような、長い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 坂の上に僕は立っている。地面を蹴る。自転車はゆっくりと坂を下り始める。ゆっくりとゆっくりとスピードは上がっていく。ゆっくりとゆっくりとスピード上がる。風が当たる。どん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 坂を下る。どん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 加速する。加速する。ペダル回る、車輪回る、タイヤ回る、回る回る、目が回る。僕は怖くて目を閉じそうになる。目を閉じるな、目を背けるな。速くなる速くなる。音聞こえてなくなる。景色溶ける。何も見えなくなる。風が吹く、強い風が吹く。野球棒が風に飛ばされる。ハンドルをギュッと握る。手に汗握る。ペダル回る。自転車をうなる。加速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 。もっと速く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 。体軽くなる。重力解放される。全てから解放される。イルカになる。ツバメになる。風になる。光になる。星になる。僕は今宇宙で一番速い。そしてそのまま空を飛ぶ。お姉ちゃん。何？私のこと嫌いだった？嫌いだった。時もあった。どうして？だってうるさいし、とろいし、鬱陶しいし、なんかあんた猿みたいだし。ひどい。初めて聞いたあの日はドキドキして全然眠れなかった。弟か妹、妹か弟、私はお姉さんになる。弟もいいけど本当の本当は妹がいいなって思ってた。一緒に遊んだり、お菓子食べたり、漫画読んだり、歌歌ったり、勉強したり、髪を結ったりしようってずっと思ってた。わあ。妹だって分かったあの日は本当の本当に嬉しくて、落書き帳にクレヨンであんたと私の絵を描いた。見たい。でもそれも生まれてくるまで、実際生まれたら最悪。え？すぐ泣くし、ギャーギャー騒ぐし、おしっこ漏らすし、私のもの取るし、食い意地張ってるし、わがまましか言わないし、お母さん取るし、私の後ばっかついてくるし、言うこと全然聞かないし、そのくせ妙に懐っこくてなんか甘えてくるし。想像したのと違う。全然可愛くない。だから一緒にいるのが恥ずかしくてしょうがなかったの。ごめんね。いいよ別に。ごめんなさい。もう慣れたから。慣れた？あんたに期待しすぎた私がバカだったってこと。じゃあ今は好き？嫌い？好きも嫌いもないでしょ、家族なんだから。そっか。私の服着たら撃ち殺すけど。なんで？ちゃんと布団かけなきゃダメでしょ。暑い。風足すよ。え？風邪ひくよ。
いつまで起きてるの？今寝るとこ。ちいちゃんは？寝た。そう、ちゃんと布団かけて寝なさい。はい。眠った？眠りました。そっか。何の夢見てんだ？むにゃむにゃ。お、むにゃむにゃの夢だ。何です？むにゃむにゃって。さあ、誕生日の夢でも見てるんじゃない？うん、そっか、きっとそうだ。明日は？ああ、いつも通り。はい。うん、いつも通り。目が覚めて体を起こして顔を洗ってご飯食べて歯を磨いてネクタイ締めて玄関開けて見送られて改札抜けて電車に揺られつり革持たれ景色眺めて受付通って挨拶してタイムカードをしてコーヒー飲んで働いて働いて働いて弁当食べて働い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 て残業してタイムカードをして改札抜けて電車に揺られつり革持たれ景色眺めて気づけば一駅寝過ごして夜道を歩いて帰りを急いで徒歩11分鉄筋コンクリート10階建て集合住宅駅前から家へと続くこの並木道を歩いている。今まで俺はこの道を何回歩いたことだろう。そしてこれから俺はこの道を何回歩くのだろう。商店街コンビニ公園を抜けると遠くに見えてくる上から3番目左から9番目の下から7番目どんなに遠くからでもわかる。今日も明かりがついている。あれこそ我が家我が星。今日も星は輝いている。目が覚めて家族を起こしてお弁当を用意してご飯よそって靴を磨いてネクタイ渡して玄関開けて見送って食器洗ってベランダ出て布団干して景色眺めて服洗濯して掃除して家計簿つけて紅茶飲んで働いて働いて働いてお昼寝して働いて洗濯物を取り込んで献立決めてタイムセール狙って買い物出かけて井戸端会議して時間に気づいて慌てて帰ってご飯作ってお風呂沸かして食卓囲んで帰りを待って徒歩11分鉄筋コンクリート10階建て集合住宅玄関から今へと続くこの短い廊下を歩いている。今まで私はこの道を何回歩いたことだろう。そしてこれから私はこの道を何回歩くのだろう。商店街コンビニ公園が窓から遠くに見えている。上から3番目左から9番目の下から7番目どんなに遠くからも分かるように今日も明かりをつけている。こここそ我が家我が星。今日も星は輝いている。目が覚めて体を起こして顔を洗ってご飯食べて歯を磨いてネクタイ締めて玄関開けて見送られて改札抜けて電車に揺られつり革持たれ景色眺めて受付通って挨拶してタイムカードをしてコーヒー飲んで働いて働いて働いて弁当食べて働い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 て残業してタイムカードをして改札抜けて電車に揺られつり革持たれ景色眺めて気づけば一駅寝過ごして夜道を歩いて帰りを急いで徒歩11分鉄筋コンクリート10階建て集合住宅駅前から家へと続くこの並木道を歩いている。今まで俺はこの道を何回歩いたことだろう。そしてこれから俺はこの道を何回歩くのだろう。商店街コンビニ公園を抜けると遠くに見えてくる上から3番目左から9番目の下から7番目どんなに遠くからでも分かるように今日も明かりがついている。あれこそ我が家我が星。今日も星は輝いている。ただいま。お帰りなさい。電車寝過ごしちゃった。まあ疲れてるんじゃないの？うん、大丈夫。ご飯はできてますよ。うん、すぐ支度するね。みんなは？え、みんなはいるに決まってるじゃない。そうか。ちいちゃん、ちいちゃん、ちいちゃん、いい加減に起きなさい。あれ、私もうすぐ寿命なんじゃないの？ああ、もう寿命かもな。寿命、寿命。お母さん寿命なんですか？私じゃないですよ。テレビ、テレビ。なんだ。残念ながら私あと1日は行きますよ。マジかだな。今日はどこ対どこ？チー対太陽。どっち勝つ？太陽。はい、じゃあおやすみなさい。他に行くとこなんてない。そうだな。そうよ。ねえ、どうやって燃えるの？テントさんが大きくなるの。わし、それ習った。暑い？暑い。我慢しなよ。わしが先に燃えるんじゃ。そうなの？そうだよ。だってお姉さんなんだから。暑くなる？暑くなる。熱があるみたい？夏があるみたい。夏だ。夏。ずっと夏。おつだね。いつでも夏だ。いつまでも夏だよ。鉄。え？鉄ないでもいい？いいよ。午前0時ちょうどお伝えいたします。
0年0分0秒。ちょうどお伝えしました。さようなら。時間、空間、希望、失望、声、聞こえない、命、私たち、さようなら。世界、限界、関係、崩壊、出会い、いさかい、旅立ち、私たち、さようなら。光、暗闇、望み、苦しみ、こだま、沈黙、苦しく、私たち、さようなら。とうとうは誕生、太陽、四方壊滅。白野川、河原町、中央街、街灯の下、マントルの上、根津町、上牟田、エクアドル、下越、ずっとずっと、遠く、近く、くるおしく、くるくる回る、割る、足す、かける、私、かける、テレビに出るの、ここは、どこ？ここが地球のおしまいです。今からおよそ50億年後、地球はこうしてなくなりました。たくさんあったね、たくさんいたね、たくさん住んだね、ね、たくさん死んだね、寝転んだ、抱っこした、叩いた、ぶっ取った、座った、ご飯も進化、ご飯に味噌汁、納豆、目指し、目覚まし時計、目指し魔時計、ノン、目覚まし時計、ほうき、警報器、耳かき、爪切り、栓抜き、炊飯器、洗濯機、食器、乾燥機、3時のおやつはほっとけ。新型ウイルスで滅ぶ、オゾン層崩壊で滅ぶ、石油枯渇で滅ぶ、人口増加で滅ぶ、核戦争で滅ぶ、なんか滅ぶ、自ら滅ぶ、太陽膨張で滅ぶ、誕生、滅亡、誕生、滅亡、さよなら、バイバイ、また明日、誕生、滅亡、誕生、滅亡、さよなら、惑星、また明日。たくさんあったね、たくさん遊んだね、たくさんいたね、ね、たくさん行ったね、寝たきり、下切り、下切りスズメ、厚かん、枝豆、イカ焼き、たこ焼き、焼き飯、焼きそば、焼き鳥、ちりとり、焼きホッケ、ほうき、警報器、消火器、ビビキリ、天敵、地下木の天解明、水爆原爆大戦開戦、水源底つく油田活明、細菌ウイルス拡大蔓延、心筋梗塞疾患発症、水星衝突崩壊文明、人類絶滅絶対絶命、水金蒸発太陽膨張、生命絶滅絶対絶命、惑星消えゆく光の世界へ、末梢滅亡教習、末梢滅亡教習、末梢滅亡教習、末梢滅亡延長終了、終了。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。今日ね、私の誕生日なんだよ。おめでとう。ありがとう。ねえ、何これ、私が死んでいくとき、そう、知ってるの？知ってるよ。どうして？ずっと見てたから。ずっと見てたんだ。100億年ずっと見てたから。ずっと見ててくれたんだ。眠い？うん、煙たくなっちゃった。そう、私が眠るまで見ててくれる？いいよ。ありがとう。じゃあ、うん、おやすみなさい。演劇人アシストチャンネル、いかがでしたでしょうか。今回は天笠や我が星について振り返りました。次回はいよいよ天笠や最高傑作とも言われているハゲの女歌手と、2トンの砂を使って砂場を作った砂遊びについて振り返りたいと思いますので、どうぞお楽しみください。それではまた。